10周年の準備うまくいってないのか。てかあれやろ、その10周年の準備どうこうっていうより一歩踏み出したいけどまだ踏み出せてないってことやんな。まあそれ急にそんなん頼まれたら難しいよな。よう頑張ってると思うわ。いやほんまに超頑張ってると思う。だって俺たちもめちゃくちゃ悩んだし、困ったことあった先輩に聞いてたもん。あったな、そんなこと。あったな。その時言われたの今でも覚えてるわ。覚えてるな。うん、お前らにはまだ東京が足りてへん。これでいいのか悪いのか誰が決めれるものでなし、迷い迷った道の末、腹をくくるに丘はない。できるできないひとまず置いてやってやるのがカモンの度胸。今は踊ろう思いのままに。あなたの心に度胸を一発。度胸と一言言うてしまえばそれが無謀か希望かやってみんとわからんもんでございます。世の人は我を何ともいやばいえ、我がなすことは我のみぞ知るという言葉もあります通り、どこまでも見え張れるのか分かりませんが、目耳バシッと見開きまして、家紋の度胸、一つ、吉田にご覧しろ。家紋、これを楽しく、はい、楽しく、この時を待ちわびた。見てるだけで汗が出てしまう男の今日のお出ましよ。